のね、単刀直入のお話なんですけど、ニート部のイラストってあるじゃないですか。あれの、ウミニャと、ディディとコノのイラストができました。で、ニート部出てる順で書いてて、で、次は多分、アーケンさんに今、おっぱいちとのハネムーンで、これちょっと秘密、絶対秘密にしてほしいっていう風に言われてるんだけど、おっぱいちさんとその新婚旅行行ってんのよ、ハネムーンで。今どこだっけ？陰キャ転生が知ってたのよ、どこいるか。どこっつったっけ？バンクーバーだっけ？知らないけど、モルディブに行ってんのか、今。そう、だからちょっとこれ動画見た人は絶対にツイッターとかで行ったりとか、そういうことは避けてください。秘密にしたいと思ってるんで。で、あ、次はフランスなんだ。世界一周旅行。あれだよね、アナだかジャルだかでさ、世界、超はかどる情報教えていいですか？そう、くだらない話の前に。超はかどる情報があって、世界一周の、航空券みたいなのが買えるんですよ。スターアライアンスグループで。ワンワールドだっけな。で、買えて、右回りか左回りかで選べて、5回離着陸できるんだっけな。で、めっちゃ安い。100万とかで、なんか、もう何回でも乗れますみたいなのがあって。いや、マジで1個やばいのあるよ。世界旅行のやつ。右回りか左回り。で、それ別に1回で使わなくてもよくて、例えば日本から、西、日本より西の国1個あげてみ。じゃあ、コウタン。日本より西の国に行くとしたら、まずどこ行く？フランス、飛んだな！だいぶ選択肢なくなるよ、コウタン。5回だよね。次、じゃあ西、コウタンに行こうか。フランスより西の国で。飛びましたね、コウタンさん。その間の国々なかったことにされちゃった。次は？なんとなくこうだ。次、西はここだろうみたいな。フランスより西は。アメリカ。アメリカのどこかな？西アメリカ。西、よりによって西、東にしとけよ。あとじゃあ3カ所か。西アメリカからどこに行く？西。あとどこ行く？西は。日本か、あと3カ所行かなきゃいけないよ。考えて、こうだ。考えて。ある。土地がわからない。いや、なんとなくで。なんとなく。なんとなく、コウタン考えてみて。これは西やろっていう。コウタン行きたい場所でもいいよ、別に。大丈夫、みんな絶対笑わない。間違っても。間違いを笑うような、ことはしない。人は失敗してから学んでる。バカが。ということで、ニート部のね、イラストができたんで、それをね、出していきましょう。今回はね、ちょっとね、オープニング等はございません。っていうのも、実はこれ緊急で動画を撮ってて、本当に緊急で撮っててさ、明日さ、ちょっと予告、ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、明日ってか、今日、ニート部で、ニート部ラジオで、ウミニャ会があるんだけど、ウミニャのイラストを何としてでも早く書いてもらって、なんとかギリギリ間に合ったんで、ちょっと前回みたいな、楽しげなやつは、すいません、ちょっとないんですよね。はい、じゃあ、ちょっと、海谷くんの、ちょっと、まずイラストが、ね、いやー、すげえ頑張ったなっていう、めっちゃ頑張ってます。こう解釈するのかっていう、なんかムカつく。多分、俺、アマンガス意味もなく海谷すること、多分これ、今後増えると思います。なんかうざい。なんかうざくないこれ。こういう解釈になるんだっていう。教材の漫画に出てる子みたい。おっと。ちょっと待ってくださいね。あれ？おかしいの？あれ？こんな感じかな？あね、俺、これ一番好きかも。この、新ウミニャ。ウミニャ、新のウミニャ、マジめっちゃ好き。すげえ解釈通りし、しかも、これ、フニク先生の、めっちゃ、いい、あれがあって、見てこれ、脇汗すっげえ書いてるのね。汗っかきさんみたいな。脇汗すごい。
すげえ脇汗つき。めっちゃ良くない？この感じ。サイ&コーですよ。安いエロゲに出てきそう。え、ちょっと凛々しくて、ガタイいいけど、ちょっとなんか汗かくタイプの陰キャ。あいつ脇と背中めっちゃかく。あー、まあ、そんな感じだね。ちょっとこう、汗びっしょりみたいな。まあ、ちょっとここ置いときますか。斜めましょう。ちょっと置いといて。みんなイケメンだよな。で、ディーディー。あ、ね、ディーディーね、本当にチンパンジーにしようとしたんですけど、ディーディーもね、なんか、ムカつく。ディーディーもなんか、ムカつく。ちょっとのじゃじゃっぽいんですよね。擬人化じゃん。え、違う違う、擬人化じゃない。これディーディー。なんかムカつかん？で、ディーディーと、あ、すいません、すいません。すいません、ちょっと待って。ちょっとでかく出すぎた。猿感ちょっと強めの感じ。俺一番これも結構ね、顔つき好きで、あのおでこがなんかこうニキビだらけになってんのも結構ポイント高い。ニキビ跡まみれみたいな。細長いのいいな。ちょっとおもながな陰キャだよね。臭そう。猿感すごいいいよな。これちょっとこの手もさ、ちょっと良くない？この腕のさ、ブツブツみたいなシミみたいなのすげえリアルじゃない？こういうのある子いない？ブツブツのシミみたいな。で、まあ、ちょっとね、ここは、ここを配置にはこれがいいか。いいね。なんか、やっぱ二つ発注するの正解だったね。可愛いディーディー、可愛いウミニャと、まあ、本物の二人組っていう。ウミニャ怖いな。目が怖い。顔のほくろの位置同じ。で、次が。コノさんはどんな感じですか？コノさんはね、実は、書いたのが同じだから、その、なんか、なんでナッシーが聞くの？コノさんは、なんだっけ、お願いマスティフだっけを書いた人にこれ発注してるから、ほぼ一緒で、コノさんそのまんまっすね。その時の歌見たのイラストのほぼそのまま。ディーディー、ちょっと待って。ディーディー、ディーディー。あ、さ、腑肉、お前さ、画像のファイル名、ディーディーデフォルトってするのやめろ。これが普通みたいな。なんか、腑肉画像名、ディーディーデフォルトになってる。なんか間違って、デフォルトじゃないから、別にこれ。これデフォルトなんだ、こっちが。で、コノさんが、え、俺ね、コノね、ちょっと腑肉さんにね、ちょっと、なんか、ね、中途半端だったから、もっとやっていいぞって言って、俺が再発注ちょっとし直しました。結構こだわりました、腑肉コノは。再発注して、こうなりました。完全にこれ引きこもり歴40年みたいな感じの、俺 NHK のさ、貧困のなんかやつで見た、俺これ。貧困で見た、俺。そう、アベマ TV で、なんかインタビューされてるの見た、これ。食べこぼしやばい。食べこぼしっていうか、なんかこれ、
だから選択してねえだろこのさ、なんでさこのパーカーのさなんかこう口元周りになんか飛び散ってんの。あいいね。ちょっとがっつり不摂生してもらって。いいね。よし、じゃあちょっと並べてみるか。せっかくだし。あ、じゃあお前じゃない。せっかくだし、ちょっと並べてみます。今出てるやつだけで。おお。これいいね。あーいい感じ。あーいいね。もうめっちゃいい感じじゃん。アベンジャーズいいね。こいつらが平日の夜7時とかからゲームしてそれが20万30万再生されてる。地獄やな。でも実際そうこれだからな。お前ら YouTuber に夢みんな。実際こんなもんだぞ。実際リアル連れてきたら、実際集合写真だったらこうなるからな。お前ら YouTuber これ全員こうだから、先に言っといてやる。ゲーム実況者全員これ見かけ、俺らもこれ、もう先に言っといてやる。先にもう忠告する。ゲーム実況者全員これ、悪いけどこれです。これがデフォルトです。うん。これです。世界政府オフ世界政府オフではないけどね。ディーディーとウミニャはあんまり世界政府じゃない。やっぱ圧すごいな。ちょっとじゃあ、最後にね、ちょっと、ちゃんと綺麗な方載せるか。ちょっと今更ながら。ディディデフォルトの高校の時好きだった子にガチで似てて複雑。あー、運動部っぽい。ここで終わっておきましょう。俺ディスコードのアイコンもこれだよ今。ディスコードこれ。あ、違った。こっち。こっちだ。デフォルトってのやめろマジで。マジで。デフォルト寄せ、あ、そう、なんか、デフォルトって書いてるせいで、なんか、そっちが出ちゃう。で、綺麗だなぁ。でも実際、今俺が出したのが、マジムカつくな、マジ、ほんまにこいつムカつく。うぜぇ。マジ、こいつマジムカつく。この、出来横マジムカつくが、ほんとに。本当に腹立つんだけどこいつ。腹立つなぁ。結構マジ腹立たん。なんかこの感じ。しかも身長ちゃんと準拠で書かれてるね、これ実は。デザインの時それで暇人と俺は背低い。ちゃんと身長準拠されてる。陰キャさんは、そう、陰キャさんはでかいよ、だから。でかいサイズ感になってるはずだよ。で、未成年インコさんは？いた。未成年インコしそうなやつ。
あの歌い手やって未成年インコしてそうな顔。とモジャジャと、モジャジャちょっと本人に似てるのがムカつくんだよな。なんか無駄に似てるのが腹立つ。こいつで、と最後はあれ、いた、よし、こんな感じかな。オッケー、全部デフォルト、これがデフォルトです。でも陰キャ転生よくこれしてくれたよ。でもよくこの雰囲気にしてくれたね。よくこれやってくれた。このデザインを考えてくれた。このデザインなんかうざい。なんかインストラクターっぽくてうざい。なんか運動できそうな感じがしてうざい。しかも背高いし。ちょっとこれで。顔のサイズ3倍ぐらいあるじゃん。3倍ぐらいある顔のサイズ。はい、ということで、ウミニアとコノとディディでした。あの早いところね、ニート部出るような人はね、ちょっと書いていかないとね、あれなんですよ。すごい変なことになってて、なんかの動画でコノだけあのマイクラの好きになってて、なんか意味わからん動画1本できちゃったんだよね。一本あるはず。確か、なんかの人狼ゲームかなんかで、コノだけ、なんか、コノだけマイクラのスキンのまま騒いでるみたいな感じになってて、違和感やばいのある。クソ違和感ある。なんかコラボしてるみたいな。解像度もおかしいし。何やこの辺にも。まあ次はあれかな。次はアーケンさんと、次出てるの誰だっけ、トーマスくんとアーケンさん。投手予定だとつぶがいなんだけど、つぶがい全然来ないから、まあ、ヘルスカ。ヘルスカも、まあ、あんま来ないけど、まあ、ヘルスカかな。ですから、もうちょっと来てほしいけど。で、あと次があるとしたら、まあ、カエルくんぐらい。カエルくん結構来るよね。結局来る来ないのハードルって下がってるの？どういうこと？ナッシーとかも最近不死身だけど、あ、確かに。ナッシー、いや、ナッシーの、ナッシーどうやって美化すんの？ナッシー引っ越したから、あ、できるようになったんだ。ナッシーの美化って何？あれ？転校率が高い僕と田辺さん。いや、田辺は、いや、アルゴンと田辺は別々の問題で、田辺はゲームを理解できないから、だから一緒に遊べない、なんだろう。それラーメンとかがまだちょっとニート部は早いよってのと似てる。ゲームが難しすぎて理解できない可能性があるから、だからちょっと田辺はちょっと断ってる。申し訳ないけど。いや、だってそうじゃん。だって人狼ゲームとかでさ、ガチでルールわからんみたいな状態をさ、最初はいいんだよ。最初はそれでいいんだけど、なんか本気でわかんない人がずっとやり続けたら、まあそれはちょっと、あれじゃん。微妙じゃん。それはなんか崩れちゃう。崩壊するから。知った上でトロールするとかだったらあれだけど、本人がトロールの自覚のないままトロールしてるから、今もほえとか言ってた。萌えキャラじゃねえんだぞ、ふざけんな。で、ちょっと一個問題があって、実は、こう、ちょっと問題があってさ、最近上げた Apex の動画でさ、いや、俺アルゴンのことはいじってるんだけど、まあ、なんか新規だから、まあ、そのアルゴンのことをよく知らない人が多いから、まあ、しょうがないって俺は思ってたのよ。でもよくよく見たら、なんか紅茶くん10万15万再生ぐらい取ってて、よく見たらなんかあれっていう、あれなんか変だぞ。21万再生取ってて、紅茶くんの動画で、紅茶の
嫌いな人とかめっちゃ興味ないだろうって思ってた、まあみんな興味ないと思うけど。でアルゴンの再生数がそれじゃん。で夏休みブーストかかってるんですよ。でなんか昨日出来横の動画上げたのよ、 APEX。 なんか出来横 8.8 万だったのよ。でアリエヌの動画って伸びたのよ。なんかこれってなんか一つ導き出される事象がなんか出てきて、あれもしかして、もしかしてって思ったんだけど、出来横に説得されてそれ違うって思った、分かったのが、出来横はちょっと味があるから後伸びするって言ってて、まあ確かにそれはそうだなって思ったから、アルゴンがやっぱり面白くないのが悪いなって結論になった。確かに出来横の理屈は間違ってない。出来横は後伸びするというふうなのに俺説得されたから。てかさ、全然伸びてないって言ってもアルゴンより伸びてるんだよな。なんかもう本当にそうなんだよね。出来横さんおもろかった。あのさ、リケももう20万いってるんですよ、ちなみに。アルゴンくん、アルゴンくん仲間のライバルのリケモくんも20万再生いってて、ヒスピブーだろそれは。じゃん、リケモとデキオコで動画撮った方がいいじゃん。リケモとデキオコで撮ろうか。それで6万超えたらいいの。デキピブー、それ伸びたら最悪だぞ。条件を全く一緒にしてやると。でも自分の首絞めたな。アルゴンはブーストとかいう話以前に何も喋らんじゃん。ディディ悪いとこ出たぞお前。お前悪いとこ出たな。それ本当のことを言うのはさすがにまずいぞ。悪いとこ出てるぞそれ。正解だけど、まあいいことじゃないな、まあ、正論ではあるが、真実は常に人を傷つける。はい、ということでニート部の動画面白いんで見てください。最近ニート部人気なのはアマングアスで、アマングアスがなんと急上昇、普通に入っててなかなか面白いですよ。アマングアスはいろんな人が出て、てかアマングアスとか、まあ、他の人狼ゲームはまあいろんな人が出て、で、まあ、他のエーペックス最近そんなだね。エーペックスそんな、最近そんなだけど、そんな伸びてないけど、他の人狼、あのスパイランブルとか、そっち系のやつが、まあまあ伸びてます。人狼系も面白いんで、よかったら見てみてください。ということで、G。